もうご飯食ってお腹いっぱいっすか。いいご飯食って大満足って感じだな君は。スーは体はでかいがご飯を食うのはちょっと遅い。スー綺麗に食ったな。もうないんじゃないの。お、ご飯食って満足スーさんですか。スー、ちょっとこれは気持ちいいっすな。つまんか、こんにちは、そば島です。今回もこのファーウェイバンド6なんですけど、ちょっとこの本体の話じゃなくて、スマホで使う接続ソフトの話をしたいと思います。じゃあ始めます。で、何かというと、このプレイストアに公開されているファーウェイのヘルスアプリっていうのを使って、バンド6と接続するんですけど、どうやらね、これがね、古いバージョンみたいなんですよね。この古いバージョンを使うとどうなるかっていうと、こいつの一部の機能が使えません。それが何かをちょっとお見せしたいと思います。まずプレイストアに公開されているヘルスケアアプリを今インストールしたところです。バージョンが 10.1.1.312 になってますね。で、これにさっきの、バンド6を追加したいと思います。で、バンド6これですね。はい、これでペアリングするかって端末の方も聞いてくるんで OK にしました。はい、これでペアリングできました。はい、これで一応初期設定は完了しました。でね、何が使えないかというとですね、血中酸素濃度を常時測る機能っていうのを、この端末の設定のヘルスケアっていうところで設定するんですけど、なぜかね、その設定項目がないんですよ。だからこれ多分アプリ的には古いもんなんだと思うんですね。だからここに表示されます。で、他にちょっと違うのが、例えばこのストアなんかも、表示される文字盤が違います。で、なぜかこの有料のやつが表示されなくて、無料のものだけが表示されます。表示されてるものは違うのかな、ちょっとそこは確認しないですけどね。だからそのヘルスアプリの最新版っていうのは、ファーウェイのアップギャラリーからダウンロードできるみたいなんで、まずそのクライアントを入れてみたいと思います。アップギャラリーでググって、一番右に出てくるのをタップする。今すぐインストール、これポチッと押します。プレイストア経由じゃないとアプリをインストールするのは少々抵抗があるっていう人もいるかもしれないですけど、まあこれに関してはね、ちょっと背に腹変えられないですね。で、ダウンロードが終わったのでタップして、でダウンロードから開きますと。そうすると当然、まあそのセキュリティの理由でって言って止められるんですよね。これ設定また変更します。不明なアプリをインストールを許可します。まあ私エッジを使ってるんで、このエッジに対して許可してるという感じですね。で、これでアップギャラリーがおそらくインストールできるので、インストールと。はい、これでアプリのインストールを完了しました。ちょっと一旦完了して、じゃあまずさっきインストールしたヘルスケアのアプリを削除します。ペアリングも解除しておきます。アプリからバンド6のペアリングを削除しました。で、アプリ自体も削除と。で、これでアプリ自体も削除しますと。削除、はい、で消えましたと。で、アップギャラリーを立ち上げて、ファーウェイヘルスで検索すると、はい、で一番最初に検索結果が出てくるんで、こいつをインストールしますと。さっきのエッジで起きた時と同じ理由ですね。ヘルスケアアプリ経由で、アプリをインストールするっていうのが許可されてないんで、これを許可します。で、ヘルスケアですね、これインストールです。はい、これで一応ヘルスケアアプリインストールできました。で、これ立ち上げて、はい、これで、まあ、ちょっとまず気になるバージョンからいきましょうか。バージョンが 11.0.6.515 なんで、こっちの方が新しいですね。
まあ、これからも分かるように、プレイストアから落とせるものって古いですね。こいつに対して、リンクをしましょう。はい、使った関連付ける。この辺のインストラクションも違いますよね。ここは同じなんで、ちょっと今入力しますね。はい、レートログインアカウントを入力しました。はい、今、ペアリングしてますね。最初の流れと同じで、ペアリングを OK します。はい、これでペアリングできました。はい、一応これで、初期の設定は終わりました。で、肝心のところですね。はい、この辺がちょっともう見え方違うけどな。ヘルスケアモニタリングって。はい、見ての通り、血中酸素の自動測定っていうのはここで有効になります。今までここはなかったですね。ここがなくて、この上だけでしたね。はい。で、さっきの文字盤のところですね。こんな感じでもう見え方全然違いますね。有料のものもあるし、オフィシャルが公開している無料のものっていうのもありますね。これだと結構いろいろ楽しめるよな。はい、今回はこのファーウェイバンド6のこの接続アプリですね。ファーウェイが運用してる、アップギャラリーっていうところから、そのヘルスケアっていう接続アプリをダウンロードした方がいいっていう動画でした。なんでね、こんな難しいことするんでしょうかね。はい、今回は以上です。昨日ちょっと届いたんですけど、この信者の心意気が試されるグッズが来たんで、ちょっとレビューはしないですけど、ざっと何買ったか開けたいと思います。じゃあ長箱1個目。アップルの箱はよくできてる。これはエアタグのストラップ、黄色いやつですね。はい、黄色い子買いました。そうすると、こっちも同じエアタグのストラップかな。じゃん、白いストラップ。じゃあこれのどっちかが本体ということになりますね。はい、はい、あ、これがエアタグでした、ね、一応すか、4個パック買いました。で、最後の1個が何かっていうと、じゃんと、はい、キーリング、赤いやつ。十分復帰中です。